南側、運動場桶川市立桶川小学校は、埼玉県桶川市西1丁目にある公立、小学校。2007年に、既存の桶川南小学校と、桶川北小学校を合併して誕生した、小学校。新設校ではあるが、合併前の2校は1872年11月に、開校した、京川学校を起源としている。 桶川南小学校が2008年に存続もしくは、桶川小学校が正式に、桶川南小学校を受け継いでいれば、創立136年の理論上は、日本最古の小学校の一つになっていた。しかしその歴史を受け継ぐことはせずに、完全な新設校という位置づけになっている。そのため2007年の開校で2008年では、創立2年目である。 既存の校舎を利用しているため新しく設置された学校ではあるが、設備は整っている。2008年度の児童数は870人。しかし現在は621人となっている。2021年他の学校と同様、設備は申し込みをすれば利用できるため、各地で見られる少年スポーツチームが休日に練習をしている風景を見ることができる。 また立地上から中仙道で祭りが行われる時に校庭が駐輪条件別会場として利用される。なお、この学校の校庭は桶川市にある小学校別大校の市内体育大会の会場となっている。京川学校桶川町立桶川南小学校新設校であるため正式に歴史と呼べるものは皆無に等しいが、 もともと一つの学校が二つに分割され、再び一つになって誕生した学校であるため、元をたどれば相当な歴史を見ることができる。学校の始まりは、明治維新時代の1872年11月5日に開校した京川学校からである。この学校は、学生半譜が明治5年の8月に行われ、その3ヶ月後の同年11月に、 周辺地域はもちろん、全国に先駆けて、桶川塾の本陣に開校した。大抵は寺などに設置されることが多かったが、場所を、宿場の本陣としたのは珍しいことであった。後に、桶川尋常小学校となり、さらに、桶川小学校と改称される。つまり、歴史上では、桶川小学校と称する学校が二つあることになる。 1952年に、桶川小学校の文校が、桶川町大技桶川558番地に設置される。1957年に、文校から桶川北小学校が創設され、同時に、桶川小学校本校が、桶川南小学校と改称される。これ以来両校は別の学校として存続していくが、 桶川北省が規模を大きくしていくのに対して、桶川南省は、児童数が市内の他の小学校に比べて極端に少なく、全学年各一クラスという状態がしばらく続いてきた。桶川南小学校後、ことぶき広場高度成長以降、人口が急増した、衛生都市の中心部にありながら稀な例ではあるが、江戸時代以来の町の中に設置されたこともあり、 元々の学校の規模は小さかった。しかしその影響があってか2006年度の授業をもって、桶川北省、桶川南省の両校が廃止され、2007年度からは、桶川北省学校の跡地に新たに両校を合併した、桶川小学校が新設された。桶川小学校開校に際して交渉などの、学校の象徴となるものは新たに作成された。 しかし校舎は、桶川北小学校を増改築したものが使われており、り校門などの桶川北小学校の名前を桶川小学校に変更したため、桶川北小学校を継承した感は否めない。名称の差し替えは徹底して行われているが、既存の設備や体育技のデザインは、桶川北小時代のものが使われている。ありがとうございます。